新年明けましておめでとうございます。今年も簡単おいしいレシピで元気に過ごしていきましょう。さあ今回はお疲れ気味の体にぴったりおかゆと雑炊を作ります。そうですよね、おかゆとか雑炊は体の芯からほっこりと温めてくれるので寒い季節にはぴったり、はい、それでなんとなしに年末年始、いやもしかしたらクリスマス、いやもしかしたら忘年会の時からごちそうごちそうごちそう の体に優しくその炭水化物がじわっと染み渡るっていうのはとっても体にいいことだと思うので、はい、そうですね、まずはですねお米からお粥を炊いてトッピングをちょっとが頑張ってみましょうか、はい、あとはですねスルメイカとかね、そうスルメイカってね剣先ってサキイカですよ、はい、あのこんなしてるイカじゃなしにあのサキイカ おつまみでね食べるサキイカとかキムチとかの旨味を使ったあの簡単なお雑炊なんかも作ってみたいなと思います、はいはい、では早速体の中から温まりましょう。さあまずはじっくりコトコト煮込んだ大根のお粥です。3つの味変で楽しみましょう。お米からお粥を炊くととっても何て言うんですか、味わい深くって美味しいと思います。で今回は途中であの半分ぐらい炊いた途中で大根のかき切りを入れて大根がゆに仕立てていきます、はい、で、味変ということなんで、卵黄の醤油漬けと明太子のふりかけとわかめと塩昆布のふりかけを考えてみました。であのちょっとねあのごちそう風にしたので材料多いんですがあのなんてこの手法を覚えておくと便利だなと思いますのでご紹介していきたいなと思います、はいはい、では材料をご紹介します、はい、お米、お隣、大根、そしてお水がたっぷりですね。で卵黄2個に醤油で続いて明太子に青じそですね。で3つ目のお味は、カットわかめに卵白、サラダ油、いりごま、塩昆布で作っていきます。まずはお米を洗ってざる、はい、にあけておいてください、はいはい、お隣は、大根は皮をむいて1センチの角切りにしてもらいました、はいで、はい、お隣は青じそを千切りにして水にさらしてキュッと絞ったところですね。ここはね、はい、でもう一つもうちょっと先ねそのわかめは、カットわかめを水に戻してあのザルにあけて水切りをしたところであります、はいはい、まずお米を炊いてみようかな、はい、ことことね、お粥に炊いていこうかな、はいはい、お米も入れてください、はい、いきますね、はいはい、最初強火に なったら、はい、ありがとうございます、弱火にして10分くらい炊きますが強火のままお仕事をしていきましょう、はいはい、卵黄を醤油漬けにしたいと思うので、はい、醤油を半分ずつ入れてください。この卵黄にもうトト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 お醤油漬け、そう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 、本当はね、前の日から漬けて卵黄の醤油漬けができているといいなと思います。2つ目は明太子のふりかけを作るので、はい、こういう風にちょっと筋を入れて、はいはい、これでいいですからね、電子レンジでそのままで3本あるから3分ぐらい加熱してください、はい、でこの子もねそれぞれ3分ずつ電子レンジ加熱をお願いします、はいはい、では明太子ふりかけを仕上げます、はい、でこれが明太子を3分ほど電子レンジ加熱した分、はい、でこの青じその千切りも電子レンジで3分ほど加熱した、はい、でさらにこう手でポロポロポロちょっと砕きました。だからこっちの明太子もポロポロポロとちょっと砕いてやります、はい、皮ごと一緒に食べちゃいます。皮を残したりそんなことはしません、はい、あっちゅうのでちょっと待ってくださいね、私がボソボソしますからね。ここ
で一緒に混ぜ合わせる。そうです、混ぜ混ぜするだけです、はい、シソもね、いい香りしますよね。シソのあの風味でこの明太子を食べるといい感じですね。一つ目の明太子ふりかけの出来上がりです。白いご飯が欲しくなりましたね。沸騰して弱火にして10分ほど今炊いたところです。はい、大根を入れてください。はい、では大根です。はい、でね、あとはね、それこそちょっとで、本当長いですよ、40分。もうここから40分、まあ30分以上は炊いてほしいな。大根がね、そのままってるんですが、この弱火のとろ火でね、ふわーんと煮えるのがとっても美味しいの。当面ちょっと忙しいから30分で、はい、お待ちくださいね。はい、はい、3つ目のふりかけです。はい、はい、カットわかめを水で戻して水切りをして、今ペーパーの、あのオーブンペーパーの上に乗せてもらいました、はい、この子をまた電子レンジ加熱してソフトわかめふりかけを目指します、うん、はい、で2分かそこら、あの電子レンジ加熱して様子を見ます、はい、今私はね、卵白を入り卵にしています。はい、面白い組み合わせですよね。そうでしょ、卵白とわかめと、そうそう、緑と白の組み合わせもいいかなと思って、はい、このぐらいですね。ちょっとね、あの入り卵にしておきましょう。はい、こうやって準備をしてわかめが乾燥するのを待ちますね。はい、はい、カットわかめを戻して5分、結局電子レンジ加熱したんです。はい、はい、そこソフトわかめふりかけを目指していますので、今ね、はい、面白いですね。ここに、はい、入り卵を入れました。はい、卵白の、はい、それからごまです。ごまです。はい、でお味付けに塩昆布です。はい、あら、それなりに美しいわ。こんなお味もいいわね。ね、ちょっとこう食感がいろいろね。そうそう、普段、面白そう。普段のご飯に食べていただけたらいいかなって思います。はい、で3つ目の味仕上がりです。京子さんね、はい、30分40分ね、大根をね、本当にとろ火で炊くと、ま、おかゆも美味しいんですが、大根も柔らかくなりましたね、はい、もう体の中から温まりますよね、はい、そして3種類のトッピングも出来上がりです、はいはい、いろんなこう味がね、本当変わるのは楽しいですよね、はいはい、お米がふっくら、甘みが感じられる大根がゆ、3つの味変でお楽しみください。続いてはサキイカを使って雑炊を作ります。これちょっと面白いですね。あのね、私ね、きゅうりも昔の話ね、はい、きゅうりもきの時にこのサキイカをお出汁にしてきゅうりもみに入れた、すごく美味しかったのよ。でそれがやっぱり頭の中にあるので、はい、今回サキイカ見た時、絶対このお出汁で、あの雑炊というかおかゆというか、あのご飯炊こうと思ったの。もう旨味がやっぱりすごい。そうそう、それでね、サキイカだけだったらちょっとね、イカ臭さにこうシフトするので、和風だしの素をちょっとね、ほんの少しだけ入れるとバランスが良くなると私は思うんですよね。はい、はい、材料ご紹介します。まずサキイカですね、まあ、スルメイカを裂いて使う人今ちょっとないと思うので、サキイカを、おつまみ用のサキイカを購入しましょう。そしてお水、そしてご飯で、和風だしの素、そしてネギの小口切りをご用意ください。はい、下ごしらえをしていきます、はい、まずはサキイカを適当にチュッチュンチュンとして水につけておきます、はい、できたら30分ぐらいつけておく。もう、あの前の日からつけておいてもいいです、はい、はい、そんな感じでお出汁、イカの旨味を水に移しておきます、はい、でこちらの方はご飯を水で洗ってサラサラにしておきます、はい、具材はものすごくシンプルですよね、うん、じゃあ沸いてきてから、あのご飯を入れるようにしましょうね。はい、はい、
スルメイカを入れたお出汁が沸きました、はい、ということで、はい、洗ったご飯を入れてください、はい、もうイカもだいぶね、はい、あの旨味が出てそうですで、ね、これここでね、はい、15分ぐらい炊くんだけど、はい、煮立ちさせながら和風出汁の素を入れてください、はい、お出汁です、お出汁で、はいそれでこに立ちさせながら15分ぐらいプチプチプチと炊いたら出来上がりになります、はい、はい、しばらくお待ちくださいね。きょうちゃんいい感じにね、おいしそうにおかゆが仕上がりました。お米にうまみが詰まってるって感じですよね。そう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 。イカもこうなんか柔らかそうですね。そうそう、トロンとなってね。ちょっとたっぷりなんだけど盛り付けていいかな。お一人でたくさん食べてくださいね、はいはい、お粥が山盛りよりもちょっとは自分で笑っちゃうんだけど、こんな感じで、はい、あの美味しい出汁をしっかりと食べいただけたらなと思います、はいはい、ほんのりお出汁が効いてイカの優しい甘みが広がります。ぜひお試しください。さあ最後はピリッと辛さがいい刺激、キムチ雑炊です。キムチ美味しいのよ ね, ね。それでね、私本当にねキムチを生でそのお漬物で食べるよう習慣なかったんです。最近食べれるぐらいに好きになりました。それでもともとキムチチャーハンとか豚キムチとかそういう風なものは好きだったんだけど、まあ美味しいなと思う、旨味があるなっていうのがすごく分かったので今日は雑炊にしてしまいました、はいはい、ではご紹介していきましょう、はい、まず、はい、白菜キムチですね。でご飯をご用意ください。卵は1個、そしてお水とそれから鶏ガラスープの素で醤油、あの小口切りのネギをご用意ください、はい、下ごしらえをお伝えしようと思ったんですが、はい、言うほどのことがないので、はい、ご飯を洗ってもらいました、はい、それから溶き卵を作っていただきました、はい、ではお鍋に分量の水を入れて、はいはい、入れてあります、はいはい、そしてキムチですね。キムチを入れてください、はい、から鶏ガラスープの素も入れてください、はい、鶏ガラスープです。醤油も入れてください、はい、さっきにもお味付けを。そうです、はい、お醤油です、はい、でここもうここまでです。これでね沸いてきたらご飯を入れます。はいはい、お待ちくださいね。じゃあ沸いてきたので、はいはい、洗ったご飯を入れてください、はい、ご飯です、はい、やっぱり軽く洗う方がいいんですね。あのねさらっとした感じになるので粘りが残るんで、それが好きな方がいらっしゃると思うので、私はさらっとした雑炊って感じにしたんやけど、粘りがあるとさおみいさんっていう感じのね あ,、はい、あのものになると思うんです、はい、でそれが好きな方はあのその洗わずにお使いいただいていいんじゃないかなと思います。でしっかり沸かしてから卵を入れていきたいなと思いますので、ちょっと蓋しますね、はい、はいはい、こんな感じで沸いてきましたら、はい、これちょっとねグツグツやっぱり味をなじましたいので、さっき言ってほんの1分なんですけど、ちょっとグツグツ弱火でグツグツ炊いていきたいなと思います。はい、きょうちゃん1分になったからね、ここでね、はい、このさっきの溶き卵を入れて、はい、蒸し込んじゃうのよ。卵がねまたまろやかにちょっとしてくれて、そう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 、はい、これで最低1分は待ってくださいね。はい、はい、見て見てこの感じで、あんまりとろふわですね。そうそう、とろふわであんまりそろ ほら加熱はされてるわけね、はい、でもそのなんていうかにも煮えましたじゃなしに、うん、とろんとした感じのままね、柔らかいね。そうそうそう、あのこの、キムチ液の中でこういう風にきちんと卵が
ふわっととろけるような卵がこのキムチソースに入っているところが今回のお味です。口当たりも良さそうですよね、はい、ピリ辛キムチにふわとろ卵がマッチします。寒い時期に体の中からぜひ温まってください。体に優しいお粥、そして雑炊が3品出来上がりました。先生、今回ですね、お米からじっくりお粥を炊いたんですが、ある意味すごくね、味わい深くて贅沢だなと思いました。で、このサキイカを使った雑炊はちょっともうびっくりしましたし、キムチ雑炊はね、本当にこう体の中から温まるし、これからの時期は、お夜食とかにも、ね、簡単に作れるのでいいなと思いました。では今日のレシピのポイントお願いします。はい、京子さんが言ってくれた通りです。大根のお粥はその ほっこり感を楽しんでいただきたいので、今回ちょっとね、テレビなので頑張ってトッピング作りましたが、お好みのふりかけとか入り卵でいいと思いますので、それで大根のお粥を楽しんでいただけたらと思います。お雑炊の方はね、スルメイカ、サキイカとキムチのお出汁を活用したものです。これもぜひお作りいただけたらなと思います。はい、今日ご紹介したお料理は大根がゆ、そしてトッピング3種、大根のほっこりした味わいが体を温かく包み込んでくれます。お好みのトッピングでお楽しみください。そしてスルメ雑炊、お出汁がスルメイカの旨味を引き立てます。優しい味わいの雑炊です。そして最後はキムチ雑炊、ピリ辛キムチにふわとろ卵、キムチの心地よい刺激をお楽しみください。体に優しいおかゆ、そして雑炊で今年も元気にいきましょう。ではでは皆さん、ご一緒にせーの、レッツクック。